夕食食い終わったけど、なんか物足りなかったな。わかる。まずくはなかったけど、全体的に辛さのパンチと油のコクが足りねえって感じだ。野菜、鶏肉のささみ、フルーツが中心のレシピだった。量は十分だと思ったが、痩せじゃなく引き締めのためのメニューと言ってましたね。でも野菜ばっかじゃ食った気がしねえんだぞ。俺様とこいつは大会に出ねえんだから、肉と揚げ物食わせろってんだ。こんな時間に誰だ？お届け物です。ポムフィオーレのエペル・フェルミエさんはこちらに？はい、エペルは僕です。サインお願いします。大きな段ボールが10箱届いてます。玄関に置いてしまっても？え、10箱も？はい、差出人は、ああ、こちらもフェルミエさんです。ご実家からですかね。どれも重たいので持ち運びに気をつけて。あっという間に段ボールでオンボロ寮の玄関が埋まったな。うわあ、絶対バッチャ、あ、おばあ様からだ。もう電話で何度も送らなくていいって言ったのに。なんだ、実家から絹の反物でも送ってきたのか？いえ、そんなすごいものじゃないかな。僕の故郷はリンゴが特産品で、多分これ全部リンゴジュースです。全部？ジューススタンドでも開けそうな量じゃん。あ、箱の中に手紙が入ってる。なになに？売れ残ってしまい、賞味期限が近いです。学校の友達と分けてください。はぁ、もう、売れ残り場押し付けるなよ。でも、こんなに売れ残ってるなんて。飲み物だけをたくさん送ってくれるって、エペルもすごいお坊ちゃまなんだな。え？あ、なるほど。エペルはリンゴジュースのブランドにこだわりがあって、これしか飲みたくないとか？全然そういうわけじゃないかな。よかったらみんなも飲んで。リンゴ果汁 100%、 保存料なし、ビタミンたっぷりだからジュースだけどビルさんも怒らないかも。味は保証するよ。なんだ、やっぱジュースにこだわりあるんじゃん。あメルシー、ムーシュ姫リンゴ、ありがたくご馳走になるよう、ご実家の皆様に感謝を伝えておくれ。玄関を段ボールで塞がれていては出入りもできない。とりあえずこの箱たちを談話室へ移動させよう。みんな、荷物の移動を手伝ってくれてありがとうございます。早速だけど、よかったらリンゴジュース飲んでいって。リンゴに含まれるクエン酸やポリフェノールは疲労によく効くんだ。歌やダンスのレッスンで疲れた体にぴったりのはずかな。おお、栓を開けただけでリンゴの甘酸っぱいいい匂いが、みずみずしい香りだ。私もいただこう。これは説法、実に美味だよエペル君。どれどれ、俺にも一口くれよ。おお、本当にうまい。リンゴそのものって感じの味がするぜ。リンゴ 100% なんだからそれはそうだろう。うん、でも確かにうまいな。さっぱりしてていくらでも飲めちまいそうなんだぞ。こら、グリム、瓶に口をつけるな。まあ、ラッパ飲みしたくなるのもわかるかも。ごくごくいけんね。
酸っぱすぎず甘すぎず、喉越しの爽やかさはまるでリンゴ畑を吹き抜ける涼やかな風のようさ。愛情を込めて真摯に作られているのがわかる一品だ。そうでしょ、このジュースは何種類かのリンゴをブレンドして作ってる故郷の自信作なんです。蜂蜜を混ぜれば喉にもいいし、歌の練習の後にはぴったりかも。あ、ジュースだけじゃなくて取れたてのリンゴもたげんめ、うん、美味しいんですよ。熱の入ったトークだ、いいね。ムシュ姫リンゴが故郷をとても愛しているのが伝わってくるよ。でも奇跡の国の片田舎で作っているせいか、どうも知名度が低くて。へえ、こんなにうまいのになんかもったいないな。年々観光客も減ってて、このままじゃ。あんたたち、いつまで談話室にたむろっているの？あんたたち、いつまで談話室にたむろっているの？というか、この段ボールの山は何？エペル君の実家からリンゴジュースが届いてね。みんなでいただいていたところさ。お砂糖は入ってません。保存料も。だからその、長期間保管が効かないので、ウィルさんもよければ、飲んでください。ふん、そう。気が向いたらいただくわ。それよりそろそろ22時になる。就寝時間よ。22時就寝？小学生かよ！寝る時間が早いイコール子供だなんて考えこそ、お子ちゃまマインドね。美しい肌と髪を保つためには、7時間以上の睡眠が推奨されてるんだから。ああ、そうだ。全員に聞いておこうと思ってたけど、あんたたち、ヘアケアとスキンケアはどこのメーカーを使ってるの？え？ケアって、何ですか？洗いざらしにしておくと髪が絡まるので、ヘアオイルはつけてますが、肌は特に何も。実家にいた頃はいろいろつけられてたけど、寮生活になってからは何もしてねえや。油分を洗い流した肌をそのまま放置しているなんて正気？今から私のお手製スキンケアグッズを配るわ。それで朝晩の洗顔の後は必ずケアして。おお、ビルは化粧品を自分で作ってんのか？すげえな。さすがはポムフィオーレ寮長、薬草学の知識が豊富なだけありますね。私とエペル君はこのビルお手製スキンケアを使い始めてから肌荒れ知らずさ。はい、これ以外にも日焼け止めとかルースパウダーとかリップクリームとかハンドクリームとかいっぱいお質いただきました。ところで瓶がいくつもあるけど、どうやって使うんだ？そこから？仕方ないわね。まず洗顔料から教えましょう。ハリムをモデルに実践するから、あんたたちよく見て覚えなさい。はい。ハリム、あんた普段洗顔するとき何を使ってるの？水。論外。まずネットでよく泡立てた洗顔料の泡で顔を包み込むように洗って、ゴシゴシこするのは厳禁。なんかくすぐったいな。洗顔が終わったら拭き取り化粧水よ。コットンにとって優しく肌を滑らせる。泡で洗ったのにまた拭くのか？これは洗顔とは別に毛穴の汚れにアプローチしてるの。次に保湿化粧水。肌にしっかり浸透するように手のひらになじませた化粧水を押し込むように。おお、なんか花みたいないい匂いがする。気持ちがいいぜ。次に乳液よ。私たち男子高校生は皮脂の分泌量が多めだから、つけすぎは逆効果。
ビルが男子高校生って言うとなんか面白いな。それどういう意味？ビルって他の3年生に比べても大人っぽいからさ。老けてるって言ったらはっ倒してたところよ。まあいいわ、今教えた手順で朝晩毎日ケアするのよ。こっちのクリームケースは3日に1度のスペシャルケア用パック、寝る前につけること。こっちのヘアオイルはドライヤーの前に毛先になじませて使ってちょうだい。こっちのボディミルクはシャワーの後、肘、膝、かかとは入念に。魔法薬学の実験手順のテスト並みに難しいぞ。お、ビルにいろいろしてもらったら肌がいつもよりツルツルになった。ほら俺のほっぺ触ってみろよ。そこ、素手でベタベタ顔に触らない。手は雑菌の温床なのよ。フィル先輩、うちの寮長とは別の意味でめっちゃめんどくせえ。こら聞こえるぞ。ビル先輩って魔法が得意だから寮長になったんすよね。肌とか髪とか魔法でパパッと綺麗にする方法ってないんすか？あんたたちも魔法師なら理解してると思うけど、ほとんどの魔法や魔法薬に永続的な効果はないわ。魔法で取り繕った美は一瞬夢を見せてくれるでしょうけど、私は午前0時の鐘で解ける魔法に興味はないの。偽りのない純粋な美しさを手に入れたい。魔法の鏡が認めた美しき女王のようにね。もし伝説の鏡が現存していたら、きっとビルの美しさを認めていたに違いないさ。そうね、少し話しすぎたわ。全員部屋に戻りなさい。寝る前にスキンケアをするのを忘れないように。はい。まだ合宿1日目だってのにもうクタクタなんだぞ。これもツナ缶富豪のため、あいつらには絶対優勝してもらうんだぞ。壊れるような輝きは消してあげる。ん？なんか庭の方から歌が聞こえるんだぞ。壊れるような輝きは消してあげる。はあ、やっぱここでつまずいちまうな。こら、カリム、夜更かしすると鬼コーチビルにどやされるんだぞ。おわ、グリムに監督生、もしかして寮まで声聞こえてたか？悪い悪い。昼間クタクタになるまで練習したのにまだやってんのか？全然そんなんじゃねえって。こんなことしたの今日生まれて初めてだよ。俺メインボーカルに選ばれなかったの結構悔しくってさ。え？全然そんな風に見えなかったんだぞ。俺も発表された時は何にも感じなかったけど、さっきベッドに入って目を閉じたらだんだん悔しくなってきて、いても立ってもいられなくて練習しに来たんだ。俺こんな気持ちになったの初めてでさ。さてはおめえ、今まで手に入らねえもんなんか何にもなかったんだろ。
すげえ大富豪だもんな。羨ましいやつなんだぞ。ああ、そうなんだけど、そうじゃないっていうか、ちょっと違うんだよな。俺、自分が選ばれて当然だなんて考えたことさえ一度もなかった。ってことは、それが一度も頭をよぎらないくらい、ジャミルが俺に席を譲ってくれてたってことなんだよな。きっと悔しいよ。すげえ悔しい。そんなこと言ったら、オーディションに落ちた俺様の方がよっぽど悔しいんだぞ。なあ、それもそうか。悪い、嫌味を言うつもりじゃなかったんだ。いや、俺こういうとこだよな。ほんとすまん。素直に謝られると尻の座りが悪い。エースたちなら逆に煽ってくるのに。そう思うなら絶対に VDC で優勝するんだぞ。そうだな、頑張るから応援してくれよ。騒がしくして他の奴らを起こしたくないし、歌の練習はやめにして今日は寝るとするぜ。なあ、おやすみ監督生グリム。俺様たちも早く部屋に戻ろうぜ。肉球の裏が冷え冷えなんだぞ。おい、起きるんだぞ。やっと起きたか。黙って、俺様と一緒に来るんだぞ。みんな寝てるからな。足音を立てるんじゃねえんだぞ。来た。こっちこっち。やっぱ夕食あれだけじゃ食った気しなくってさ。冷蔵庫にトレイ先輩のお土産のタルトがあること思い出して。俺、食べ物を粗末にするのは良くないと思うんだよね。トレイ先輩、今日中には食べろって言ってたし。僕は食べに来たわけじゃないぞ。水を飲みに来ただけだ。夜にこっそり盗み食いするおやつは昼間の100倍うまいんだぞ。冷蔵庫オープン。俺チョコレートケーキにしようっと。俺様はアップルパイがいい。僕は何も見てない。何も見てないからな。デュース、ちょっとこっち向いて。あ？何するんだ。トレイ先輩のお手製アップルパイ、口に入れたからにはお前も共犯な。ゴロゴロ入ったリンゴが
包みの味なんだぞ。口をつけたものを残すのももったいない。一切れだけなら。取り上げられた炭酸ジュースも飲んじゃおっと。あらあら、夜中にキッチンで何をしているの？子ネズミたち。な、この声はビル。言いつけを守れない悪い子はお仕置きよ。全力でかかってきなさい。尻尾を巻いて逃げてもいいぜ。あんたはもったいないかしら。頭を使うんすよ、ジャック君。うっ、ラギ先輩。さあ、子猫ちゃん、どうすか。ふざまだわ。いた、いた。ラギ先輩、かましてやりましょう。ジャック君ったら熱くなっちゃって。俺一人で十分だ。あなたに耐えられる。いいでしょ。情けねえ面すんな。嵐をとどろけ。どうした。覚悟するのね。ジャックさん、作戦を開始しますよ。命令すんなっつってんだろ、アズール先輩。とっても親切でしょ。承知しました。今日は僕に任せてもらえますか、フロイド。いいよ、ジェイド。何すんの。せっかくなら楽しまなくては。嵐をとどろけ。やっちゃおうぜ、ジェイド。フロイドが楽しそうで何よりです。もっと抵抗してよ。話にならない。出直してこい。俺ら育ち盛りっすよ。夜中に腹減るのくらい当たり前じゃん。ハズレビル寮生としてはクローバー先輩の手作りスイーツを無視することはどうしてもできねえっていうか。そろそろ時間ね。は？時間って、体がしびれ。立ち上がりねえんだぞ。これは一体、まあ、まさか冷蔵庫の食べ物に毒を。毒じゃないわ、それは呪い。呪い、呪いを食べ物に仕込むってどういう。これは私のユニーク魔法、フェアレストワンオブオール。この魔法は手で触れたものに呪いを付与することができるの。この強烈な呪いは条件を満たすまで私にも解けない。昼間あんたたちから回収した菓子にかけた呪いはこうよ。これを口にした愚か者は翌日日が昇るまで動けなくなるだろう。
んなことが可能なのか。それ毒より怖えじゃん。味は変わらないってことだろ。 VDC 本番まで砂糖や添加物たっぷりの食品は控えるようにと言ったわよね。代表メンバーに選ばれた自覚がなさすぎる。罰としてその硬い床に朝まで転がってなさい。僕は無理やり口に入れられただけで。言い訳無用、連帯責任よ。マネージャー、あんたは食べ物を口に入れなかったようだから今日は見逃してあげるけど、舞台に上がらないからって甘えないことね。あんたもジャガイモみたいに床に転がされたくないならさっさと部屋に戻りなさい。俺様を置いていくんじゃねえんだぞ。黙らっしゃい。まったく、どいつもこいつもなぜそんな美しくない振る舞いができるのかしら。私にはちっとも理解できない。もし、もしもーし。今日もそこにいるのかい？うわあ、びっくりした。急に大きな声を出すから。今日は鏡の向こうから君の声がすごくはっきり聞こえるみたいだ。前に会った時はぼんやりしたシルエットだったけど、今日は君の姿がうっすら見えるよ。君にも僕の姿が見えてるの？夢で君とおしゃべりしたことを友達に話したんだけど、ドナルドもグーフィーもツイステッドワンダーランドを知らなかった。ドナルドなんかゴーストが悪さをしてるんだ、退治しなきゃなんて言い出すし、僕はゴーストじゃないよ。君もゴーストじゃないよね。よかった。でもますます不思議だ。さっき生きたトランプや踊る手袋がまた来たのかいなんて声をかけてきた。やっぱりこの夢はただの夢じゃない気がするんだ。写真？もちろんさ。あれ？が、なって、みたい。世界地図どころか有史以来どこにもあなたの出身地の名前は見当たりません。あなた本当にそこから来たんですか？嘘をついてるんじゃないでしょうね。
こうなってくると、あなたが何らかのトラブルで別の惑星、あるいは異世界から召集された可能性が出てきましたね。ボンジュール、すがすがしい朝だね。今日から朝練を行うよ。ポムフィオーレのボールルームへおいで。昨晩はひどい目にあったな。硬い床で寝かされたせいで体中痛え。俺様は出場選手じゃねえのに、なんでなんだぞ。みんな、大丈夫？あ、みんな来たな。おはようさん。昨晩の騒ぎ、敵襲かと思って飛び起きてしまったじゃないか。人騒がせな。様子を見に行ったら全員が床に転がってるし。好きで床で寝てたんじゃねえし。ビル先輩のユニーク魔法でやられたんすよ。ビル先輩のユニーク魔法だって？うん、食い物に呪いを仕込めるっていうおっかねえ魔法だったんだぞ。食べ物に呪い？これから VDC 当日まで何か口に入れるたびに呪いがかかってんじゃねえかってビクビクしちまいそうだ。俺、毒なら大体気づけるけど、呪いはさすがに気づけないかもな。魔力を使用すれば多少の痕跡は残るものだが、じゃあ魔法の探知能力を磨けば分かるようになるってことか。ま、鈍感なお前に習得は難しいかもしれないな。ねえ、なんだよそれ。やってみなきゃ分かんねえだろ。カリム先輩、逆になんで毒なんかに気づけるんすか？ん？ああ、昔飯に入ってたことがあって。そのせいで、俺様もホリデーに毒味させられたんだぞ。何度かひでえ目にあってさ。そのうち、飯のたんび、これ食べて大丈夫かとか疑うようになっちまって。でも、料理人や同じテーブルについてる誰かを疑いながら食べるより、美味しく楽しく食べたいじゃんか。それはそうですけど。これは毒が入ってないって先に分かってれば、ちゃんと味わって食えるし、もし口に入れてもすぐやばいと気づけたら、取り返しがつかないことにはならないだろ。俺も、相手もさ。相手もって？例えば犯人が後から間違ったことをしたって反省したとき、俺がこの世にいなかったら取り返しがつかない。過ちに気づけたのに名誉挽回のチャンスがないなんて、そんなの俺はやだよ。ネッサの国には砂漠の魔術師の伝説だけじゃなく、王様になったコソドロの言い伝えもあるんだ。王様になったコソドロ？ある日、コソドロは姫さんと出会って恋をした。それで、過去の盗みや嘘を反省して、心を入れ替えたんだ。その後、国を乗っ取ろうと企んだ悪党から、王や姫を救う大活躍。そんで、コソドロは姫さんと結婚して、次の王になった。めでたしめでたし。俺、この話がすっげえ好きでさ。だってコソドロが心を入れ替えたことをみんな信じて挽回のチャンスをくれたってことだろ。やっちまったものはしょうがない。大事なのはその後ってことか。現実はおとぎ話と違って悪者は成敗しておしまいじゃないもんね。そういうこと。だからそのためにも俺はちゃんと生きてなきゃ。ま、結局はうまい飯を食うための
生活の知恵みたいなもんだけどな。なっはっは。カリムさん笑ってるけど、だいぶヘビーな話を聞かされたような。さあな、本人が笑ってるなら別にヘビーじゃないんだろ。本当なんだぞ。いいやつすぎて俺様耳の後ろがムズムズする。え、なんか変なこと言ったか俺。変ではないですけど、この学園にいる他の人たちとはちょっと違う感じがするかな。ああ、そういや俺この学園に2ヶ月遅れで途中編入してきたんだ。それとなんか関係あんのかな。え、この学園編入なんかできるんだ。そんなに驚くことか。監督生だって特別編入だろ。ナイトレイブンカレッジって闇の鏡に魂が選ばれたやつしか入れないんじゃないの。うん、でもジャミルが地元を離れて1ヶ月くらい経った頃、うちに突然学園から入学許可証が届いたんだよ。選定漏れだか特別枠だか忘れちまったけど、その後すぐに黒い馬車が俺を迎えに来たぜ。後から魂の資質が認められたってことか。ふん、そもそも闇の鏡が魂の資質で生徒を選ぶことすら本当かどうか疑わしい。あの学園長のことだ。どうせアジー向けからの寄付欲しさに裏口入学を決めたんだろうさ。おかげでこっちは自由な学園生活がパーだ。俺はこの学園に来られて毎日楽しいぜ。ジャミルとも改めて友達になれたしな。だから俺とお前は友達じゃないって言ってるだろうが。揃ってるわね、ジャガイモたち。